月曜日の、7時になりますね。昨日スクールのサッカー大会から帰ってきまして、発熱しまして37度7分出てしまいまして、相当辛い夜を過ごし、今日も一日中寝ていました。でこれから、月曜フットサルに、エネルギーを入れるために昨日の余り物を使ってたこ焼きを焼きたいと思います。やべ、全然足りない、全然足りなかった。昨日の、たこ焼きが美味しかった要因の一つに、やっぱりその屋島の天かすが入ったっていうのがかなり美味しかったなと個人的には思っています。はい、余り物の生地で作ったたこ焼きになります。最後ガスなくなってめちゃめちゃゆるゆるのまま終わっちゃったんだけど、もう余り物なんでこれで今日は OK。 ガスを取り替えるのすら怠りました。もうお好み焼きみたいなゆるさのたこ焼きを食べていきます。そういえば今日その映像の引き渡しで探してくれたね。そこはね、ムーンってなるよね。お、撮ってる。気持ち悪い。ソースがね大量にあるので焼きそば作りました。パスタで焼きそば。パスタで焼くと意外といける。うまい。今日は買い物をしに来ないといけなくて、それの前にちょっとだけカフェ行って作戦練りたいと思います。迷った結果、このビアレッティのイタリアンエスプレッソメーカーをセットで購入したいと思います。めっちゃいい匂い。練習終わりです。練習始まる前にみんなで話し合って、結構喋りましたけど、全部まあ言い訳に聞こえるなと。全部こう走らない戦わないやつが、俺のとこにはいっぱい敵がいただの、ボールを持つ時間が短かっただの、まあ、そういうことばっかり言って、チームの戦い方がどうだ言って、何の進歩もないというか、じゃあどうすんのが抜け落ちた、ただの責任逃れ言い訳パーティーだったような気がします。
ワラポップというスペインの、フリマサイトでこの自転車を今購入してきました。これはクリスマスプレゼントにする予定でございます。さあみんな、日曜日試合やって、サッカー試合やってみてどうだった？よかった。よかった。楽しかった。サッカースクール終わりです。体調不良の影響もありまして声が全然出なくてマジ喉痛い。はい、今からですねディナーに行ってきます。はい、残り物寄せ集め後半になります。バカめんどくせー、なんだこいつマジでエグいって。今日も大変だぞ写真撮ってもらってる。写真じゃないよ、動画で。レンちゃんサッカースクールトレーニング。今からサッカースクールやっていきます。3日連続サッカースクール、自分のね練習とか自分を磨く時間をね体力的にもどうやって捻出するかが、ノーザの今の課題になっているかなと思います。ただ僕はとにかくみんなをね少しでもサッカーうまくできるようにするだけなので、今日も全力で愛情を込めていきましょう。やめてよ、ポテトチップスしか映ってないじゃん。ねえ。笑いすぎだろ。笑いすぎだろ。ねえ、もう袋しかねえ。手やめて。ねえ。イエーイ。若干の罪悪感だけど、チュロス食べちゃう。カフェで外で買ってきたチュロス食べるっていう悪いことしちゃいます。中に自転車置き場があります。ありがてえ。今週日曜日に体調を崩して
そこからちょっとね全くできてなくてきついと思うんですけど、1時間ぐらい上半身やれるだけでやりましょう。練習メニューね、まだ考えてないの。近くのカフェに来て、ここで考えて向かいもあるんですよ。だからパーソナルトレーニングをやっていきたいと思います。ゾロゾロと集まった黒人たちに、完全に場所を分取られまして、やれるとこでやりましょうか。場所覚えとけお前ら。信号アテンド1軒目はこちらレセレバイベリカになります。スペインのね、クリスマスと言ったらたこ焼きでしょうね。間違いないですね。